花火が終わればみんなバラバラ、いつだ君ともさらばさ、ずっとずっとずっと消えない花火があればいいな。いかがでしたか。久々の小川くん、久しぶりです。めちゃめちゃ久々だね。久しぶりです、久しぶりです。本日は小川先輩に誘われちゃいました。イエーイイエーイイエーイ、最高。イエーイ。お疲れ様です。今日はいかがでしたか。路上ライブとまた違う感じでね、本庄さんの何とも言えないね、ポロンポロン感、最高です。本庄さん教室もやってるので、ね、こちら。そうなんですか。マツコマツコマツコインタビュー。どうよ。待って、考えさせてくれよ。インタビューってすぐできるもんじゃない。編集できるから、編集できる。あ、そうかそうか。どうぞ。今日よかった。よかった。どの辺が。お酒歌ってくれて。マジ大好き。あれは大好き。いいね。最高。ありがとうございます。分かってるね。お疲れ様です。今日はいかがでしたか。撮ってる感じですよ。近すぎてどこの目のやるところに。お疲れ様です。いいですね、今日は。
いや、バッチリでしたか。バッチリです。よし、イエイイエイ。すごい、このカメラ、このカメラ見てください、このカメラ。すごいですね。あ、もうしかもの、ビデオも。さすがです。準備バッチリです。インタビューよろしく。 NG で。いや、でも一言ご感想をお願いします。はい、いかがでしたか。ですね、今回初めて6番の方のライブに来たんですけど、いつもとまた違った感じですごく良かったと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。